おはようございます。本日2月11日は富士フィルムスーパーカップの日です。いよいよ2023年開幕を迎えるこの一戦、今シーズンを占う上でもこの一戦非常に重要な試合となってくると思います。相手は天皇杯優勝ヴァンフォーレ甲府、しっかりと勝ってまず2023年一つ目のタイトル取りましょう。やばい、稼働が本当にない。で、それ。Thank you.
2023年最初のタイトルスーパーカップ獲得しましたね。2023年もこの勝利で幸先の良いスタートを取れたと思います。そしていよいよ来週はですね、 J リーグ開幕になります。開幕戦もしっかりと勝利して、今シーズンも多くのタイトル獲得していきましょう。このチャンネルでは引き続き横浜 F マリノスを応援していきますので、よろしければ皆さんもチャンネル登録していただいて、一緒に応援していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。